どうもこんにちは、今回はですね2023年上半期に出会ったキャンプ道具ということで動画をお送りします。気がつけばですねもう1年の半分経過してるわけですが、今ね梅雨だからなかなかキャンプに行けないという方も多いと思うんですが、この梅雨が終わればですねすごく暑い夏が待ってます。僕的にはですね夏イコールファミリーキャンプというようなところがあるんですが、まあ、ソロキャンプファミリーキャンプあまり関係なくですね使えるようなものと今年の上半期はね出会うことができましたのでご紹介していきたいなと思います。まず最初にネイチャーハイクの4シーズン寝袋。僕が購入した時はですねレビューが0件だったんでこれ大丈夫かなというような感じだったんですが、まあ、これはね本当買って正解だったかなと思います。僕はですねキャンプに行く時に、必ず車で行きます。車で行くので今まではですねダウンの寝袋っていうのをよく使ってたんですが、まあ、よくよく考えるとですね車で行くのにあんまり小型化を考えてもしょうがないなというのと、あとはですね寝袋ってですね結構窮屈だったりすると思うんですよね。なのでできるだけ布団に近いような状態で寝れるような寝袋を探してました。でですねこのネイチャーハイクの寝袋に出会ったんですけども、これはね値段的にもそんな高くないですし、ほんと布団みたいな感じで寝ることができるのでこれはおすすめだなと思います。今回ご紹介するものはですね全てそれぞれの動画を作ってますので、まあ、概要欄の方にですね URL 貼っておりますので、見たい方はですねぜひそちらも見ていただければなと思います。次に出会ったのがグランドアの33センチのマルチグリドル。まあ、今更説明することもないと思うんですが、マルチグリドルっていうのはですねかなりね人気が出たものだと思います。まあ、基本的にはですね僕はこれを炒めるというような感じで使ってるんですけども、これですき焼きとかもですねできたりするので、まあ、1個持っとくとですね、まあ、いろんな料理の仕方が楽しめる、調理器具なんじゃないかなと思います。この33センチっていう大きさがですね、まあ、1人用ではちょっと大きいかなって感じもするんですが、まあ、大は小を兼ねるというような感じでですね、家族用として使うこともできるしソロキャンプでも使えるというサイズなので、逆にでこれよりちっちゃかったら多分使い勝手が悪くなるんじゃないかなと思います。特にですね炒めたりするときに、ちっちゃくなってしまうとですねどうしてもこうですね料理をするときの動きがちっちゃくなっちゃうと思います。まあ、そういう意味ではですねこの33センチっていうのは、まあ、かなり秀逸な大きさなんじゃないかなという感じがします。で次に出会ったのがですねハイランダーのハンガーフレームスクリーン。これはですねおじキャンでお世話になってる福さんが購入してまして、でそれを見て僕が一目惚れをして買ったようなものなんですけども、紹介した翌日にはもう確か全部売り切れてたのかな。個人的にはねもう一個買いたいなと思ってたんで、もう一個買っとけばよかったなと思うんですが、ハイランダー自体がですねたまにセールでですねめちゃめちゃ安く売ってたりとかするんですよね。まあ、なるべく安くですねキャンプ用品を揃えたいという場合はですねこのハイランダーっていうメーカーを結構見とくとですねこのですねハンガーフレームスクリーンみたいな感じで、実は物はめちゃめちゃいいんだけど破格で買えるというようなものに出会えたりするんじゃないかなと思います。結構ねこのハイランダーはテントとかもね気になるものがあったりするので、この辺もですね逐一見ながらいいものがあれば買う、そして紹介するというような感じでできていけばいいなと思ったりしてます。で次に出会ったのがですねマルチツールです。これはですね腕時計につけられるタイプのものなんですが、幕開けで販売してたので今はもう売ってないのかな。まあ、探せばもしかしたら買えるかもしれないんですが、このマルチツールがですね意外とね時計につけておくと便利なんですよね。例えばこうネットで通販とかしてですね段ボールが送られてきます。その段ボールを開けようにもなかなかハサミとかカッターどこ行ったっけみたいなことがないので、僕はね普段常に G-SHOCK につけてるようにしてるんですが、本当いざっていう時にね役に立つので、こういったマルチツールっていうのはね、まあ、いろんなものがありますけど、自分に合ったものを持っておくとですねかなり便利なんじゃないかなと思います。で次に出会ったのがですねテフテフ。これはですねこれいただいてからキャンプに行けてないっていうのがあるので、まだね実際使ってはないんですけども、物がいいのはめちゃめちゃ分かりました。作っていく過程工程実際のね製品にしていく熱意みたいなのがねすごくて、もともとその船舶用の鋳物を作ってたっていうところで、キャンプ用品っていうのがねまたちょっと結びつかなかったりとかもするんですが、これを作ってるですねヒューガキャスティングっていう会社の方がですね結構キャンプをする方が多いらしくて、銅を含んだ製品なんですが、銅だけあってですね熱伝導率もかなりいいらしいです。近々キャンプに行くので、まあ、できれば使いたいんですが、たこ焼き君とね2人で行くんでちょっと使えるかどうかはわからないんですが、持って行ってですね使えるようであれば楽しんでみたいなと思ったりしてます。で次に出会ったのがですねケムビルの A テント。まあコットンテントみたいな感じの振り込みだったんですが、まあ、実際はですねコットンの部分が、まあ、半分あるかないかぐらいですかね。
なので完全にコットンっていうわけじゃないんですけども、なかなか日本のメーカーではないようなね、面白い工夫がされてたりとかして、左右前後もう全部ですね、開放感のある感じでメッシュにしたりもできるので、まあこうタープみたいな感じでね、両脇を跳ね上げながら使うというようなことができるようになってます。でこのテントはね、まだ実践に投入してないんですが、16、17と、兵庫県のですね、ワックのイベントがあるんですが、ワックのね、キャンプイベントに参加することになったので、そこで使うテントとしてですね、これ使ってみたいなと思ったりしてます。で次に出会ったのがですね、もう結構長い付き合いになったんですが、ひたき、山江千春さんのひたきですね、焚き火台、この焚き火台のオプションのひたき焼きセット、これはですね、また面白いんですが、まあ、前作みたいな、まあ、試作バージョンみたいなところをですね、以前紹介したんですけども、それからパワーアップしてまして、角度調整がですね、6段階ぐらいに調整できるようになってます。6段階っていうね、細かい調整ができるようになって、最近だとですね、チュートリアルの徳井さんもですね、ひたき焼きセット使った動画を最近出されてましたが、そこではですね、何本か串に刺してサンマタコを焼いたりしてました。で今までサンマっていうとですね、もうなんて言うんでしょうね、バーベキューコンロというか七輪とかそういったところで網の上で焼くっていうのがね、普通だったと思うんですが、まあ、大体この網についたりとかしますよね。なんですが、このひたき焼きセットを使えばですね、宙に浮いた状態で焼けるので、くっついたりっていう心配もなくね、焼けるんじゃないかなと思います。僕は個人的にこう明太子を刺して焼いてみたりとか、いろんなことがね、できる可能性のあるオプションだと思うので、このひたき焼きセットオプションだけでね、購入するっていうのもありなんじゃないかなと思います。何か、支えになるようなものをですね、地面に刺してこのひたき焼きセットを使って、全然別の焚き火台を使って魚を焼くというようなこともね、おそらくできると思うので、これはね、また開発者のですね、鈴木さんに頑張ってもらって、他の焚き火台でも使えるようなね、こう仕組みみたいなのも作っていただけるともっと楽しいことになるんじゃないかなと思います。で次に出会ったのがですね、ゾーズウィンズというメーカーのオイルランタン。でこのオイルランタンはですね、レールロードランタンってい こうちょっとレトロな感じの、なんて言うんでしょうね、こう炭鉱夫の人が使うようなランタンもあったりしつつ、普通のランタンもね、結構小型なんですよね。このゾーズウィンズならではのですね、オイルタンクが外せる構造だったりとか、工夫がされているので、このね、ゾーズウィンズのランタンっていうのはね、個人的にはおすすめできるものだなと思いました。なんかこうランタンっていうのはですね、ケースがやっぱ大きいじゃないですか。でケースも大きいし、ゴロンってなったりとかすると当然オイルが漏れたりするんですが、そのためにですね、結構でっかいケースを持ってるって方もいると思うんですが、これオイルタンクが外せるので、このオイルタンクに合うケースさえあれば、まあ、結構ね、持ち運びとかもしやすいのかなと思います。でやっぱり面白いのはですね、ホヤに関してもこれに合うものっていうのをね、何種類かもう用意されてるので、ホヤを変えてね、楽しむっていうこともできるようになってます。まあ、そういう意味じゃね、なかなかこう、ランタンの色も複数あって、ホヤも複数あるので、まあ自分の好きなね、色合いの組み合わせとかが楽しめるんじゃないかなと思います。このランタンはね、いろんなランタンありますが、僕はオイルランタンの中では結構おすすめしたいランタンです。で最後に紹介するのが、ワックのリクライニングコンフォートチェア。まあ、これ実際使ってみるまではですね、このリクライニングチェアって果たしているのかなみたいなところがあったんですよね。普通の椅子でいいじゃんみたいなところがあったんですが、まあ、実際使ってみるとですね、やっぱりこうリクライニングできるので、一番いいのはね、星空が見えたりするんですよね。上を見上げなくても普通にこう寝てるだけで星空が見える、そういった感じの使い方ができるので、まあ、特にですね、こういうと使うのって夏をイメージしそうなんですが、僕的にはですね、冬、まあ、冬の方がね、星空とかも澄んで見えますから、星空見るのもね、すごく綺麗に見えると思うんですよね。で、まあ、そういった時に、今までだと、まあ、大体コットとかをね、外に置いてコットの上に、ね、滑ってみたりとかしてたんですが、このリクライニングチェアであれば角度も調整できるので、かなり楽な体勢で見ることができます。まあ、なおかつですね、横に収納式のテーブルなんかもあるので、まあ、なんかこうビールでも飲みながらね、星空見たりっていう冬の楽しい楽しみ方みたいなのができるんじゃないかなと思います。ということで駆け足でしたが、今年2023年上半期に出会ったキャンプ用品、こちらをですね、ご紹介してみました。まあ、本当ですね、ありがたいことに上半期に出会ったキャンプ用品もですね、どれも面白いものばっかりだったので、気になった方はですね、概要欄の方リンク見ていただいて、商品の URL だったり、動画の URL を確認してもらって、これはいいなというようなものをですね、購入していただければなと思います。まあ、こういったですね、面白いキャンプ用品との出会いがあるんじゃないかなと期待しつつ、この動画はこの辺にしたいなと思います。それでは。